とサーキット場があるんです。シーサイドサーキット。もう海の横だから最高よ。小さいね、リアルマリカーじゃん。リアルマリカーじゃん。小さいのだから海の近くですね。最高よ。乗れるんですか？乗れちゃうんです。タイムラップで競いたいと思います。わ、でも今回ゆずきはいいよね。よっちゃん何してくれる？しゃべります。じゃあさ、動画撮ってて撮るから、ま、回しててカメラ。分かった。え、競うってことはさ、なんかあるのかって。なんと勝った人には POP をココちゃんが好きなものを買ってくれる。やったー。アマゾンカード。お腹空いてきたからな。でアイスも食べたいかな。イオンがあるから、イオンの中でね買ってもらおう。じゃあということでお願いします。めっちゃ似合ってる。これ似合うとかあるもん、写真撮ろう。似合ってるよ。あれ乗る？え、これでいい。普通に楽しむんじゃない？これで楽だもんね。泉さんがゆずきの代わりに走ることになりました。松下よ。たくさんは運転とかはするんですか？10年くらいしてません。寝る前が少ない。何番に乗ればいいんですか？何番に乗ればいいんですか？声と何番に乗ればいいんですか？これはゆずきカメラです。何狙ってんの？指短。何狙ってる？何狙ってる？うん、景品。あったかいお茶。安全に行きます。頼んだよ、ゆずみさん。右がアクセル、左がブレーキ。頑張ります。でも一番最前列だから一番有利ですよ。いや、でもラップタイムだから関係ないですよ。あ、そっか、そうなんですよ。え、これさ、ぶつかった時なの？みんなでぶつかった。ポポちゃんだけ映っちゃう。映しとこ。ポポちゃん、ポポちゃん。衣装が
と同じだから分かんない。え、待って、独走してるよ。誰だろう。誰だろう。ほーちゃん。あれ、ほーちゃん。あれ、ほーちゃん2人いた。あれ、ほのか2人いたけど。でもまだ分かんない、あの戦いは。あ、でも結構差がついてきたな。先出発したんだけどタレントを置いて出発しました。あ、なおも出発した。なおかな、誰、もう誰か分かんない。あ、この顔は春か。もうスタッフさんは誰を撮ってんだろうか。先に来たのは誰だ。え、もしかしてスタッフ？ポポちゃん後半誰撮ってたの？あ、お疲れ様。面白かった。大丈夫？誰？大丈夫？クラッシュ。クラッシュしてたけど。はい。大丈夫？全然大丈夫です。ポポちゃんと思ってたらなおだったので。そう、カード曲がりきれませんでしたね。え、なおと誰だったの？メンバーじゃないの？誰？イズミさん。もうなんかもうその時はお疲れ、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 なんか仲良く2人がクラッシュしてると思った。結果発表をさせていただきます。3位から3位、17号車、右上に自分の号車が書いてあります。はい、おー、イズミさん、最速タイムは59秒509。第2位、11号車、タイムが56秒687。泉さんよりも3秒ぐらい早いです。泉さんより3秒早いって。え、でもだったらどっちかわかんない。ずっとほーちゃんと春は前の方にいたってイメージだったから。しかもクラッシュしてないし、ね、じゃあどっちかが1位と4位の、1位と4位だったんだ。あ、そういうことか。そうなる。誰だ。1位は5号車、タイムが51秒834。ダントツで速いです。ありがとうございます。じゃあ今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、クレープが食べたかったので、はい、もうクレープ食べるぞって気持ちでやったんで届きました。あ、もう熱がね。トッピングも何でもいいですよ。もうかけ放題にします。かけ放題やったー。でもすごい楽しかった。ね、もろかった。早くなってってる感も味わえたから、ね、毎回ここでやるときやろう。ぜひ皆さんもシーサイドサーキット常滑に来てやってみてください。バイバーイ。お願いします。バイバーイ。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。以上、さよなら。